1月30日から年5月日日は、日本の劇作家、詩人、童話作家、小説家、社会運動家である。本名は徳造。三階である父玄安と母松の長男として、青森県南津軽郡黒井町に生まれる。黒井尋常小学校、青森県立第一尋常中学校を経て、東京専門学校英文化に入学する。 在学中の1904年、詩集、霊名を刊行。1908年、恩師の島村宝月の推薦により、早稲田文学6月号に、小説、同性の恋を発表。幼いカオルのイプセン研究会の初期を務め、戯曲への関心を深める。1909年、幼いカオルの自由劇場に参加。1911年、自由劇場の 第4回公演で自身の儀曲第1の暁が初めて上演された。1913年、島村宝月主催の劇団芸術座の創設に参加。翌1914年に脱退し、沢田昭二郎らと美術劇場を結成。以後、芸術座、先駆座などに参加。その一方で、小説、劇作、詩、童話、評論、 翻訳と幅広く活躍した。1915年、来日したワシーイリー・エロシェンコと信仰を結んで、エスペラントを学び、彼と島村ら文化人との信仰を取り持った。1921年には、小坂健治と共に、エスペラント教本、模範エスペラント読集を出版。1931年、日本プロレタリア・エスペランチスと同盟の結成に参加した。 1921年、日本社会主義同盟に加わり、1924年フェビアン協会を設立。1927年、ロシア革命の10周年祭に国賓として招かれて、ソ連を訪問。1928年、帰国後、国際文化研究所を創設して所長。1929年、プロレタリア科学研究所として引き続き所長。 1940年検挙される。1934年新京劇団結成に参隠し事務長となり、雑誌、テアトロを創刊。1947年、第1回参議院議員通常選挙に日本社会党公認で、青森地方区から立候補したが落選している。1947年、東京都豊島区にあった、舞台芸術学院舞台芸術学院院長。 1949年共産党に入党。1950年には日本児童文学者協会第二大会長に就任。1960年黒石名誉市民。1962年5月12日結核と老衰のため東京都板橋区中丸町の自宅で死去。墓所は東京都豊島区増子谷の本治め寺。娘はロシア文学者。 上田進二貸した。ありがとうございます。